江戸川乱歩空気男1北村五郎と芝野金獣とが初めてお互いの顔をというよりはお互いの声を聞き合ったのはもう出発点からしてこの話はよほど変わっているのだ。 ある妙な商売のうちの2階においてであったそれがあまり上等の場所ではないので壁なども茶事なもので一方の赤茶けた畳の四畳半に寝ている北村五郎の耳にその隣のおそらく同じ構造の四畳半で変な小歌を口ずさんでいる芝の金獣の声が聞こえてきたのである北村が想像するには あの隣の男も北村自身と同じように相手の一弥妻はとっくに逃げ出してしまって彼もまた退屈しきっているのであろうそうしてあんな変な何の節ともわからないぬえのような子唄をうなっているのであろうひとつこちらから声をかけてみようかな北村はそこで「そういう場合のことだ。 平常の内着物にも似合わず大胆にこんなことを言ったものであるお隣の方何かお話でもしようじゃありませんか僕も退屈して弱っているのですよすると隣の部屋ではパッタリと火星が止まってしばらくはこちらの様子をうかがっているあんばいであったがやがて僕ですかと それがやっぱり北村と同じ青年らしい声なのであるええ君ですよこんなところから失敬ですが何かこう変わった話でもありませんかハハハハ君も寂しがっているんですねだがこいつはちょっとおつな考えですね壁を隔てて欄間から話をやり取りするというのは。 そうして二人は近づきになったのである。どうもこういう家はダメですね。僕は初めてなんだが、僕のところは今夜あたり隣県がありそうだからとかなんとか、うまい口実で逃げられてしまいましたよ。と芝の近重がこぼすのである。僕もですよ、僕もですよ。北村はそれを受けて、 不愉快ですね。帰るには夜が更けている。と言って妙に目が冴えてしまって眠るわけにもいかず。この気持ちはありませんね。どうです僕の部屋へ来ませんかそれとも僕の方からそちらへ行きましょうかそうですね。じゃあこちらへいらっしゃい。お茶でも入れますよ。僕の部屋にはまだ火がありますから。 そこでドテラ姿の芝の金獣が片手に四季島の袋を持って北村の部屋へやってきたのである見ると二人は顔形から都市格好までお互いが似ているなあと感じるほどそっくりなのだ彼らはその掃除を意識し合っただけですっかり恋を感じてしまった突然の開口にもかかわらず彼らの間には スラスラと会話が進んだそしてちょっとの間にお互いがお互いを理解し合うことができたのである北村がそしておそらく柴野も同様であったにそういないが何よりも愉快に思ったのは相手が自分と同じようにエキセントリックなことであったいやエキセントリックというよりは むしろアブノーマルといった方が適当かもしれない彼らはそろいもそろって浅草が好きであった浅草の中でもロックの江川一座の玉乗りが好きであったバスへの縁日に出るのぞきからくりが好きであった地獄極楽の生き人形が好きであった八幡の藪知らずが好きであったそして彼らは声をそろえて言うのである 何よよ。りも活動写真ですよそれも当たり前のじゃいけないジゴマジゴマそれからファントマプロテア君も随分変わってますねやがて芝の金獣が我が意を得たという調子で「単一者」とでも言いますかこれは僕が勝手にこしらえた言葉ですが「意にふける」ですね 異常なことを探し回ってそいつにふける男ですね。こんな家へ来るというのもやっぱりそれですよ。この汚らわしい殺風景な部屋でひがみ切った商売女と遊ぶというのも。えそうではありませんかなるほどなるほど。単疑者とはいい言葉ですね。第一、字面が気に入りました。 北村五郎はしきりと首を振ってじゃあ君はきっと探偵小説が好きだと思いますがどうです当たりませんか当たりました柴野はもう嬉しさに総合を崩しながらそうですよ僕は探偵小説狂いですよさあアーサー・コナン・ドイルエドガー・アラン・ポーデュパン・ホームズ・ソーンダイク そしてルコック先生ですか君も無論あれがお好きでしょうね好きどころですか僕は自分が作ってみたことさえありますよそれは妙だ僕も書いてみたことがありますそして君のはどっかへ発表しましたかそれがね送るには送ってみたのですけれどダメですね 日本の編集者なんて点で探偵小説を知らないんですからね音沙汰なしです原稿も返してはくれません自動車ピストル覆面そんなものが出てこないと探偵小説でないと思っているんでしょうまるで問題になりませんよ僕はどこへも送りませんが送ったところで無論採用しないでしょう一度君のお作が見たいものですね そうして彼らの間には探偵小説団の花が咲いたのであるフランスやイギリスやアメリカの十数人の有名な作家たちが彼らのやり玉に上がった「ルコックはあまりに動物であり」「デュパンはあまりにペダンティックであり彼らを非難したホームズ自身ももしワトソンという博士がそばにいなかったらどれほど見劣りがしたことであろう」などと。 まるでそれらの人々が歴史上の実在の人物ででもあるように彼らは口角泡を飛ばして論じたことであるその夜のことがあってから二人は十年の時期のごとく親しい間柄になってしまったお互いにまだ独身者で貧乏で。 北側の方はこれという職業もなく下宿屋にゴロゴロしているし芝野は芝野で夜間だけ働くコウモリのような仕事をそれも怠け怠け勤めながらあるバスへの荒物屋の二階に間借りしている身の上であったがこの境遇の類似がさらに彼らを近づけた者に相違ないほとんど毎日のようにどちらかが相手の宿を訪問したそして ある時はドストエフスキーを論じアンドレイフを批評し合っているかと思うとあああ,あ金が欲しいなここに100万円があったらなアルンハイムの辞書だとかランドアの屋敷だとかあるいはまた金色の詩だとかあれまでにはいかずともせめてあの100分の1の贅沢でもできるのだがなあいっそ思い切って大泥棒になるか ジゴマのような、あるいはリュパンのような誰かが調べたところによると警察沙汰になる者は実際行われている犯罪の5%に過ぎないというじゃないかしかもその警察沙汰になった者のうち幾割かはうまく逃げて永久に処刑を免れているのだからね我々が考えに考えてやった犯罪ならめったに見つかるはずはないよ それにはどうしてこうしてとその詳細な計画まで立ててみるのであるだが所詮彼らは善人であるあるいは臆病者といった方が当たっているかもしれない机の前に寝転んでせんべいをかじりながら恐ろしい計画を立てることだけは実際の泥棒以上なのだけれどさて実行となると無論できっこないのは知れているのだ 少なくとも当時はそうであった。なぜといってこの物語の終わりは彼らのうち一人かあるいは二人とも必ずしも全人でなかったことになっているのだからそんな悪だくみにふけるかと思うと彼らはまた普通の人から見ればまるで小学生のような無邪気な遊戯に夢中になっていることもあった顔を見さえすれば 彼らは口癖ののよううに言うのだ,だ。退屈だ退屈だなんとまあ生きがいのない人生だろう何か変わったことはないのかお前はそれでよくも生きていられたものだなおい芝野近獣すると柴野がそれと同じ文句の終わりへ北村五郎とつけてそれを相手に返上するのであるそんなことを言いながらも ランダな時間の有り余る彼らは何かしないではいられなかったそこで選ばれた遊戯というのがこんな風なものなのである花合わせもトランプも差しでは一向面白くない後将棋は芝野の方が段違いに強くて2局とは続かずそうかといって職業をあて一種の当てもの遊戯の遊びも発見した当座は強があったけれど 慣れれてはこれもつまらないそこで結局落ちていったのがゴミ隠しと称する遊戯であった北村はそれを小学校の12年の頃学校の遊戯場の土の上でよくやったものである2人の子供がじゃんけんをして負けた方が鬼になり目を隠してしまっていると もう一人の子供が定められた区画の土の中へ定められた小さな小切れなどを隠すのであるそして「もういいよ」という合図とともに鬼がそれを探すのであるその地面は平坦なものではなくくすなどが生えているし定められたゴミ以外にいろいろ類似のものが落ちているので探すのになかなか骨が折れる基地のある子供は それをわざと途中に隠さないで最も目につきやすい場所に放り出しておいて土の一部を掘り返してさもそこへ隠したかのような偽証を作ったりするのでますます面白くなるまあ一種の探偵ごっこなのだそれを北村の地方ではゴミ隠しと呼んでいたある日北村はこの子どもの自分の遊びをふと思い出したのである そして少し方法を変えて柴野と2人で21歳の彼らがその子供の遊びをやってみることにしたのである地面の代わりに机の上が隠し場所と定められた隠す品は1枚のハガキでそれを机の上にある硯だとか筆立てだとか隠岐壺だとか本だとか時計だとか敷島の箱だとかタバコの灰皿だとかの間へ隠すのである。 芝野が目を閉じているとその間に北村ははがきを丸めて巻きタバコの芯を抜いたあとへ隠してみたり筆の穂先を思いで、竹の軸の中へ丸めたはがきを押し込みまた先のように穂先を裂いておいたりあるいははがきに一面に墨を塗って黒い机の表面に見分けのつかぬように貼り付けてみたりそのほかさまざまなトリックを漏するのであるすると芝野は それぞれ灰皿の中に新しいタバコの芯が落ちちっているのや、筆立ての筆等の位置の少しばかり変わっていることや、硯の中の筆が濡れていることなどを手がかりにして、一度一度はがきの隠し場所を探し出すのである。バカバカしいことなのである。だがこのヤクザな遊びは彼らを甚だしく喜ばせたものだ。 そして類似の室内探偵遊戯がさまざまの変わった方法によって続けられたのである知らぬ人の持ち物を借りてきてその持ち主の性別年齢職業等を当てっこしたりあるいはまた後年ポール・モーランの有名な小説によって紹介せられた各自が長所と欠点の表に自分で自分の点数をつけるあの遊戯さえも彼らは己に試みていたものである 例えば柴野が北村の「変態」の項に80点という好点を与えるすると北村はそこへ100点と自分自身を評価するのである「うぬぼれ」の項に相手が100点をつけると北村はちょっと恥ずかしそうな顔をして自分では80点を与えるのであるそしてこの種のさまざまな項目について北村だけではなく柴野の評価もするのだ 彼らはこの遊戯から自己暴露の快感と互いに評価し合う時の夕べからざる旋律をこよなきものに味わうのであった3一方において彼らは決して探偵小説を忘れなかった病的にまで退屈しきっている彼らにとって 毎月幾辺となく発表せられる小説などはもはや何の刺激をももたらさなかったあらゆる読み物の中で探偵小説だけが彼らを虜にした彼らはこの探偵小説によってまたいろいろな遊戯を行うことができた例えば柴野がドイルの「恐怖の谷」を朗読するのであるすると北川は 作中のある人物の食欲が甚だしく増したというところまで読むと犯人がその人物の部屋に隠れていることを指摘するのであるそうして名探偵にででもななった気ではなはだしく得意があ,るのだある時は一人が探偵小説を創作して他の一人がその結末を言い当てるすなわち探偵会話ともいうべき遊戯を行うこともある。それがじると 今度はまたしても探偵小説が書きたくなるのだ。やがて彼ら両人の書きためた探偵小説の方が一辺二辺とその数を増していった彼らは言うまでもなく空想的犯罪生活者であった一辺を書くごとに一つの罪悪を犯したような気がしたあるいは見事大犯罪を探偵したような得意を感じた どうだい君。こうして書き溜めるばかりが能でもなかろう。一つどっかへ送ってみては。ある時柴野が定義した。それは最初の時は目殺されたとしても、編集者によっては認めてくれないものでもないだろう。一度発表されたら、こうした探偵趣味は一般の読書会にもきっとあるに相違ないんだ。そうして損害受けるかもしれないよ。 ぜひ送ってみようじゃないか北村とてもそれを言い出そうと思っていた際だったので早速この定義は成立したそうだねこの素晴らしい魅力を我々だけで独占しているのはもったいないね世間の退屈屋たちにも少しおそ分けがしてやりたいねそうして結局彼らはそれぞれ最も会心の作一編ずつをある雑誌社へ送ったのである ところが結果は案外良好であった。彼らの作品は引き続いて発表せられその上予期しなかった課題の称賛をすら博することができた外国の探偵小説を読んでいた人々は日本にもその真似事見たようなものが生まれたのを喜びそうでない人たちもいつの間にか彼らの作品に引き付けられていた。図に載った二人は、 書きためてあった古原稿を矢継ぎマに発表したそして金賞なる探偵趣味家の間にではあったが彼らは一作ごとに虚名を高めていくことができたのであるだが彼らはそろいもそろってなんとまあ並々ならぬ退屈屋であったことだろう半年もたたないうちにもうその探偵小説家業にも飽き始めていたのである と言って原稿料というボロい金儲けに味を占めた彼らは彼らにとっては探偵小説を書くことそれ自身がこの上もない快楽であったそれに対して報酬をもらうなんて確かにボロい仕事に相違いない今さら筆を捨てる気にはなれないのであったそこで彼らがどういう方法を取ったかそれがお話なのである 一方では執筆の環境を増してより以上面白い物語をつづるためにまた一方ではそろそろ頭をもたげてきた底知れぬ退屈を慰めるために彼らは初めは少しばかりのいたずらを徐々に大それたいたずらをそしてついに恐ろしい犯罪をさえ行うに至った。 そのいきさつを書き記すのが、実は、この物語の目的なのである。ある日のこと、北村五郎が妙な定義をした。ねえ君、こういうことはどうだろう。僕が君の名前で探偵小説を書くんだ。 君も同じように僕の名前で書くんだ。つまり名前の取り替えっ子だね。無論文章の癖から筆跡までお互いに真似合って、どう見ても偽物とはわからないようにするのだ。それで編集者や読者が気づかなかったら、こんなに面白い遊戯はないね。なるほどなるほど。ほど柴野は早速相図地を打った。例えば、 誰かが君の作品に悪評を加えたとするね。その場合、評者は手もなく君をやっつけたと思い込んでいる。ところが滑稽なことには、やっつけられたのは君でなくて俺なんだ。俺がいいものを描けば君の評判が良くなる。君がヘマをやれば俺がミスをつける。それを知っているのは、広い世界で俺たち二人っきりなのだ。 骨董屋に頼まれて名画を頑造する専門家がいるあれは無論金儲けのためにやっているのだろうが自分の描いた偽物が高価な名画として通用するそれを誰も疑わないこの魅力はまた格別だと思うねケチな詐欺取材なんかと違って世間を相手の仕事だ幾千幾万の人間をたばかる快感だ 君は多分文学史上に名を残している有名な芸術願蔵者たちの話を聞いているだろう俺は彼らの心持ちが分かるような気がするある人にとっては自分自身の名前が現れることよりこっそり他人の贋作をやってそれを誰もが気づかないことの方がどれほど愉快だか知れないと思うこれは犯罪志向者だけに与えられた快楽だ どうだいこの俺の考えは。なるほどなるほど。ほどこの道にかけては彼ら両人の意見は不思議なほど一致した。北村の定義は立ちどころに成立し、その日から彼らはお互いの名前を取り替えて小説制作に着手した。間もなく彼らの贋作小説は相前後して雑誌に発表せられた。 が案の定何人も彼らの悪だくみを看破することができなかったそして北村のものにはやっぱり北村の味があり柴野の作品には柴野一流の趣があると言って称賛しあるいは非難した甘いもんだね2人は顔を見合わせてクスクスと笑うのであった。 そしてこの最初の試みに味を占めた彼らは引き続き同じようないろいろないたずらを始めたものである例えば偽の翻訳がそれであった彼らは勝手に外国作家の名前を創作してバツバツバツ作北村五郎役などと記して知り合いの雑誌編集者に送った欧米には育重となく探偵雑誌があり そこには毎月毎月数限りもなく新作家が現れているのだ。どんな編集者だってそれにいちいち目を通しているわけではない。四つ目らしい外国人の名前があって文章が翻訳臭ければ、そして筋が一通り面白ければそれは直ちに採用されるのだ。なんという皮肉だ。一方では真面目な翻訳者たちがお互いに誤訳を指摘し合ったり、 地名、人名の発音に至るまで目に角立てて詮索しているかと思うと、一方では一夜作りの創作が立派にイタリー人何々氏原作として通用するのだ。この文では、浮世にはまだまだ面白いことが残っていそうだね。北村も芝野も何という悪魔どもであったか。そんなことを言いながら、 証拠りもなく立ちの悪いいたずらを続けていくのであったある時は彼らの作品の中へ出てくる人物の名前が彼らの友人たちのそれと寸分違わないようなこともあった北村の同窓の友達が名探偵になれば柴野の親友と同姓同名の殺人魔が出てきたりした普通言うところのモデル問題とは 小説に出てくる人物の性格や書業が作者の知人などと似ているところから起こるのであるが、彼らの知人の名前が探偵小説のことだから、多くの場合、圧巻などに感せられるのだ。名前を使われた人はバカバカしくて文句も言えない。と言って決して気持ちが良くはない。それを想像して、彼らは密かに笑った。 いるのだだがそんな子供らしいいたずらがいつまでも彼らを引きつけることはできなかった彼らの間にはまたしても不思議な知恵比べの遊戯が始められたのである「知恵比べ」といってももうそれは以前のような探偵問答やゴミ隠しではなかった。 もっともっと罪の深い遊戯なのだある日のこと千葉の近住が北村の下宿を訪れてこんなことを言い出したそれが事の起こりであった君と俺とで一つ単体ごっこをやろうじゃないか俺はこういうことを考えついたのだよ浅草のキネマクラブだねあそこへ俺が何かに変装して行ってるんだ それを君が探偵になって探すのだあの薄暗い活動小屋の何百人の見物の中から俺を探し出すのだ俺は決して見つからないという自信があるのだがつまらないねそんなこと北村が答えるのだ拾いったって鷹の知れた活動小屋だ丹念に探しさえすれば見つかるに決まっているじゃないかバカバカしいよ じゃあ、探し出してみたまえ。すると、芝野は意気込んで。大丈夫。君には発見できないよ。ただ変装するだけじゃない。そこには、心理的な一つのトリックがあるのだよ。めくらめっぽうに探したってわかるものじゃない。バカに自信がありそうだね。じゃあ、活動見物方々、君の腕前を拝見するとしようか。 そうして彼らの間にはいつ何日の何時という約束が成り立ったのであるさて当日になると北村は芝野のことだからどうせ女か何かに変装してひょっとしたら本物の娘たちを同伴して男子の近寄れない婦人席にでも潜伏しているのであろうと鷹をくくって指定の活動小屋へ出かけただが いくら探しても柴野の姿は見えないのだ男子席はもちろん婦人席の隅々までも歩き回って調べたけれど芝野らしい人物は影も形も見せないのだなるほどこれはまんまと一杯食わされたキャッツは点でこの活動小屋へ来ていないのだそれが彼のいわゆる心理的なトリックというやつなんだろう なんだババカバカしいそう決めてしまうと北村は面白くない日本物の,の活動写真を一鎖見物してさっさと宿へ帰ってしまったそしてその次芝野に会った時にも忘れたような顔をしてそのことは言い出さなかったすると芝野は幾分不満そうにどうだいやっぱり君は俺を発見できなかったじゃないか と彼ののから切り出すのであった。発見したよ君が来ていないということをそう言うだろうと思っただが俺はちゃんとあそこにいたんだよまあ聞きたまえ君はあの大地は輝くという写真を見ただろうねあれに浅草仲見世の雑踏を写した場面があったのを覚えているかいその場面の最初のところで カメラのすぐ前に大きく通行人の顔が入っているんだが、あの顔がこの俺だということを気づかなかったかい俺の変装というのはね、活動写真の画面に姿を隠していることだったのだよ。それがトリックさ。はっははっはは。芝野は中店を散歩していて偶然カメラに入っていたのだ。 ふとそれを発見してこのいたずらを思いついたのだだがこの落とし話みたいな芝野のいたずらが図らずも彼らの大がかりな探偵ごっこの同化線を成したのであったそれ以来彼らは変装に浮きみをやつし始めたおしろいだとかハケだとか役者の使うさまざまな顔料だとかつけひげかつらの類いが用意されたそして 夜な夜な彼らの不気味な変装姿が町から街をさまよった一人が犯人になると一人が刑事の真似をしてその後を尾行した犯人は自動車を乗り回して刑事を巻こうとした活動写真のような追いかけっくらが演じられた劇場百貨店ホテルなどが彼らの探偵ごっこの舞台になった一方において 彼らは探偵小説の筆を立ったわけではなかったむしろこれらの遊戯が彼らの創作欲を刺激しある場合には材料をさえ提供したそうして創作と時々名前を取り替えるいたずらはまだ続いていたまた探偵ごっこと彼らの生活そのものとがだんだんこんぐらがっていったどこまでが探偵小説で あるいはどこまでが探偵ごっこであるのか何とやら曖昧になっていった彼らは小説の上で真剣に罪を犯そうとするように遊戯の上でも往々にして本気になったただ満足できなかった犯人のまねをしている方は本当に泥棒を押し人殺しをしているような気持ちになった 刑事の真似をしている方は本物の極悪人を追跡する気でいたそしてそれが彼らの生活の全部であるかと見えたある時はこんなこともあったちょうど刑事の番に当たった柴野は その日指定されていたあるホテルへ出かけていった彼はまず帳場に頼んで宿帳をくらせてもらっただがそこには北村のらしい筆跡はなかった相手は必ず宿泊客に化けているとは決まらないコック場に忍んでいるかもしれない臨時雇いの小遣いに姿をやつしているかもしれないそれともまた宿泊客を訪問してその部屋に隠れているかもしれない 芝野はさも本物の刑事らしく敏将に立ち回ってホテルの廊下から廊下へとさまよい歩いたそしてどこの隅にも北村のいないことを確かめると第二の指定場所の Y 公園へと自動車を買った公園をくまなく探したけれどここにも北村の姿はなかった不思議に思いながら彼はだんだん公園の奥へ入っていった そしていつの間にか公園を外れてある共同墓地へ差し掛かっていたふと気がつくと彼の後ろに人の足音が聞こえたもう黄昏時であった辺りには他に人影もなかった千葉のは妙な気持ちになったおい手をあげろ突然後ろからそんな声が聞こえてきたはっとして振り向くと 一人のおどけた身なりのサンドイッチマンがピストルの筒口をこちらに向けて立っていた真っ赤な着物を着て体の前と後ろに大きな広告看板を下げ顔には道家役の面をつけ長いだんだら染めの帽子をかぶっていた芝野があっけに取られて思わず手を上げた際に相手のサンドイッチマンは恐ろしい敏捷さで彼をそこの立ち木に縛りつけてしまった そしていきなり仮面を取ると刑事さんざまはないねまあごゆっくりそうして景色でも眺めていらっしゃいそんな悪態をつきながらさっさと向こうへ行ってしまった言うまでもなくそれが唐の北村であったのだ思い出すと柴野はホテルの玄関で公園の入り口で有名な銅像の下であるいは噴水のそばで 絶えずそのサンンドイッチマンを見ていた。ある時なぞはその手から広告ビラをもらいさえしたサンドイッチマンなどというものはちょっと人間という感じがしないものだ往来の郵便箱や電信柱と同じようにすぐ目の前にいてもふと無視してしまうものだ島野はまんまと北村のこの巧みなトリックにかかったのであるそのことがあってからしばらくすると 柴野はサンドイッチマンという探偵小説を発表して喝采を博した無論彼らの探偵ごっこが材料となったのだまたある時はこんなこともあったそれは芝野が犯人の役を務め非常に風変わりな変装を凝らしてある盛り場で北村を待ち合わせた時であった変装は我ながら感心するほどの出来栄えであったし 場所は研磨国劇の雑踏の中だったのでこれならいかな北村も手こずるだろうと安心しきっているところへ相手は人波を押し分け押し分け近づいて少しも変装しない柴野を見つけるよりももっと楽々と彼の仮面を剥いでしまったのである柴野はあまりのことに呆れ返って早速に言葉も出なかったすると北村は 彼の顔を眺めてニヤニヤ笑いながら種明かしをするのである驚いたかい何何でもないことだよ実は俺はあらかじめ君の変装を知っていたのだこの人中ではその妙な変装がかえって目印になったよじゃあひょっとしたら君は柴野が何かに気づいたように言うのだ 家を出るときから俺を尾行していたのではないかそうじゃない。そんな卑怯なことはしないよ。それに君の方でもその点は十分注意をしているから、家の前から尾行するなんてとてもできるものじゃない。家を出る以前だよ。君が変装しつつあるところをすっかり見てしまったのだよ。俺は君が外出している暇に、 君の宿の人をごまかして君の部屋へ上がり込んだ。そして押し入れの天井板を外して屋根裏へ潜り込んだのさ。天井板には節穴がある。そこからじっと君の部屋を覗いていたのだ。君はどっかから汚い着物を持って帰ってきたね。そして手際よく変装をやったね。俺はすっかり見ていたよ。それから、 君が家を出るのを待って、しばらくしてからプラプラここへやってきた。しくじる気遣いはないからね。途中でカフェに寄ったりして、ゆっくりやってきたのだよ。そして北村はまたこんなことも言った。その天井裏から覗いている時にだね。俺はいろいろ面白い空想を巡らしてみたよ。第一妙なのは、天井裏は ととなの家と共通になっていることだ。下では雨戸だとか格子だとか厳重に締まりができているけれど一歩天井裏に入ってみると何の境界もない開けっ放しだもし隣の人に悪気があって君の部屋をうかがおうとすれば天井裏に上がりさえすればいいのだそこから君の部屋の押し入れの中へ降りてきて盗みを働くこともできる 日本の家屋なんて実際変なものだね。北村はさらに言葉を続けて言うのだ。ところでね、俺はそこで大変なことを空想したのだよ。というのは、今の節穴から見ているといろいろに体を動かして変装している君の顔が時々上を向くのだ。そして君の大きく開いた口が ちょうど、節穴の真下へ来るのだ。えこれが何を意味すると思うもしも、俺が君を殺そうと思えば、その節穴から毒薬を垂らせばいいのじゃないか。君の口の中へさ。どうだいこの考えは。そして、そのことがあってからしばらくして、北村は、 天井裏の密輸という探偵小説を発表したのであるところが北村の意気込みにもかかわらずその作品は一向称賛を勝ち得なかった彼の読者たちは言うのであるあれは芝野氏のサンドイッチマンの模倣だもし前にサンドイッチマンという名作が出ていなかったら面白いものにはそういないのだけれどあれの後に書かれたのでは またかという気がするつまり北村は芝野の策の真似をしたものに過ぎないというのであったそう言われればなるほど材料の扱い方に似通ったところがないでもなかった北村五郎と芝野金獣はこの批評に接して苦笑を禁じえなかったなぜといってサンドイッチマンを描いたのは芝野であったけれども そのトリックを創作したのは北村なのだ。今、北村の作品がサンドイッチマンの模倣だと言って非難されるのは、とりも直さず、北村が北村自身を模倣したと言われることなのだ。そればかりか彼らはお互いに名前を取り替えてさえいる。読者はそれも知らないで、とやかくと彼らを批評しているのだ。それはともかく、 彼らの探偵ごっこはこのようにしてだんだん深刻になっていった彼らは時としてお互いが怖くなることがあった相手はいつどこでどんな悪だくみを巡らしているかわからないのだ葉のは相手が天井の節穴から自分を眺めて毒薬を垂らすことまで考えたかと思うと異様な気味悪さを感じないではいられなかった 北村の方でも相手に同様の恐れを抱いたそしてもう一つ悪いことには彼らはまたしてもその探偵ごっこに飽き始めていたのだ後には何がある今度こそ本当の泥棒本当の人殺しのほかに彼らの興味をつなぐものはなくなったのではあるまいか彼らは命々に 自分たちがすでに犯罪の真似事では満足できなくなったことを感じていた。と同時に相手の心持ちを察して一種の旋律を禁じ得なかった彼らは時としてじっと顔を見つめ合うことがあったそれはさもお前もかお前もかと何かを ううき合うように見えた、7. ある日のこと北村五郎の下宿の部屋で下宿といってもその頃はもうケチな書生下宿を引き払って「何々ホテル」と名のつくようないわば「高等下宿」に収まっていたのだが主人公の北村と芝野近獣とが相対していた。 俺は今度、こういう筋の探偵小説を書くつもりだが、一つ聞いてくれないかそして、こいつは君の名前で発表するか、それとも僕の名前にするか決めようじゃないか。芝の金銃がこう始めたものである。すると、北村五郎。よかろう、話したまえ。例によって、変態者が主人公だが、少し風変わりで。 ラブレターを捏造して桃色の洋風灯かなんかに女らしい文字を書いてだねそいつを自分が手に送るのだわざわざ遠方のポストまで入れに行くわけだねそして自分自身でもそれをサモ本当のどこかのお嬢さんから来た恋文のように胸をワクワクさせて読むんだしその上友人らにもわざと机の上にその手紙を出しておいて 先方が好奇心を起こすようにしむけ大いにのろけるわけだ本人はそれで本当に恋をしているような気持ちになれるのだつまり変態者だね芝野はどうだ明暗だろうと言わぬばかりに鼻をうごめかしながら話し続けるそれを北村はどういうわけかうんうんと返事はしながらも妙にそっぽを向いて ニヤニヤ含み笑いをして聞いているそれがこうじると手紙で合いびきの場所を示し合わせて無論架空の人物とだよ主人公はわざわざそこへやっていくそして例えば公園のベンチなどでとりぼっち長い退屈な時間をついえして帰ってくると「俺は今日どこそこで例の女と会ってきた」なんて触れもあるのだ どうだいこの気持ちはそれからまた隣の部屋に友達のいる時を見計らって主人公は下宿をしていることにする方がいいかな自分の部屋に女客があるような声色を使う彼が自分の声と架空の娘の優しい声とを代わり代わりに使い分けてつまり一人芝居をやるのだ それが真夜中の人の寝静まった自分なんかだと一層効果があるわけだね。ここで凄みを出すんだ。壁一重隣の部屋で、ふと目を覚まして二人のひそひそ話を聞く男の心持ち。それを予期しながら、真面目腐って、むしろ真剣になって恋の一人芝居に陶酔している主人公。ちょっと面白く描けそうじゃないか なるほどなるほど北村は今にも吹き出しそうになるのをやっとこらえながら相づちを打つのである芝野は空想的犯罪生活者なんて多くお人よしなものであるがいや本当の犯罪者だってひょっとしたら世間のレベルよりはお人よしなのかもしれないが芝野と来てはそれが人一倍であった相手の顔色には少しも気づかないで独特と,と,と語り続ける それがだね、主人公がただ虚栄心みたいなものだけでやっているのだったら大したこともないが彼は他人に見せること以上に自分自身で喜んでいるのだそうして一人芝居をしている彼の目にはあるいは相手の娘がまざまざと見えているかもしれないそれが彼の前でさまざまな筐体を示し稚語を博がごとくに幻想しているのかもしれない まあ、そういった事柄を賑やかに長々と書くわけだね。で、結局一人の男が彼の所業を悟っていたずらをやる。例えば、彼が相引きの手紙を出すと、彼の先回りをして、その返事を架空の娘の名前で送るんだ。主人公は非常に驚く、架空の人から本当の手紙が来るんだからね。 それからその男は様々なトリックを漏して主人公を驚かせたり苦しめたりするしまいには女の友達を舞台に上がらせていよいよ主人公を有頂天にさせるそれから犯罪だ主人公がその男のトリックにかかって罪を犯すようなことになるどんな犯罪にするかまだ未定だがねで結論は 犯罪だと思ったのがやっぱりその男のトリックだったという例の上等的下げだ他にしようがない8やれやれまたしても嘘だったでおちか我々もいい加減にそいつを卒業しなけりゃダメだね 北村は聞き終わって言うのだ。ところでその筋はなかなか面白い。下げが未定なのは残念だけれど主人公の異常な心理は面白い。だが君はその話をどっかから漂設してきたんじゃないのかい例えば古い読み本だとかまたは他人の話だとか。バカ言うな俺の創作だよ。 そういう心理はいつ考え出したのかはっきりしないけれど、いよいよ書いてみようと思って筋をまとめる気になったのは、たった昨日のことだよ。強切なもんか。千葉野は無気になって言うのである。すると北村は意地の悪いうす笑いを浮かべて。確かに間違いないね。確かに間違いない。じゃあ言うがね。 その筋は俺が考えて、大分ぶん以前だが、やっぱりここで君に話したのだよ。それは俺の創作なんだよ。はははは。とうとう君の創発性地方の確証を上げることができたね。どうだ降参か君から聞いたのだってこれはおかしい。そう言われても俺はまるで覚えがない。 君はいつもそんなことを言う。俺も確かに忘れっぽいことは忘れっぽいのだが、まさか君から聞いたことをまた君の前でのめのめと喋るなんて、そんなバカな。あれまだ言ってる。本当に君の健忘症は、もはや高校に入れるものだね。考えてみたまえ。確か先月の第二の日曜だった。やっぱりこの部屋で話していて、そうそう。 そこへ同宿の木村君も来ていたじゃないか2人の前で話したんだよ嘘だと思うならあの人に聞いてみるといいそうかな葉野は少し怖くなって真面目な表情をする多分君の言うのが本当だろういつでもそうだからねとすると俺はいよいよ病気かな きっと何かの天罰だね。何とか言ったね。総発性地方か。それの兆候を詳しく知っているかい知らない。君のようなのが果たして総発性地方かどうかもはっきりしない。だが、なんとなくその名称が君にふさわしいような気がするんだよ。おいおい、ひどいことを言うな。でも、ちょっと怖い気がするな。 俺は昔から記憶というものを軽蔑していた。記憶力が強い奴は判断力が鈍い。つまりバカだという考えに影響されたんだね。一つはその罰かもしれない。君に言われなくても俺も多少気づいてはいるが、この頃のようにひどくては不便でしようがない。時々約束をすっぽかして知らん顔をしていることがあるからね。だろう いよいよ脳を犯し始めたんだよ。何かの毒が。実際君の忘れ方はひどいよ。健忘症なんていう優しいのじゃないよ。もうおしまいだね。尺だな俺は確かに頭はいいのだがな人から聞いた小説の筋を忘れるようじゃ本当におしまいだ。これから絶対に書けないことになるからね。だが、 君はうまく担いでいるのじゃないかいそんなに言うなら証拠を見せてやろうかその時の俺の話にはちゃんと下げがついていたんだよ。それを話せば君はきっと思い出すだろう。北村はなぜか友達が地方症であることを望むもののように意地悪く続けるのだ。その主人公は君は言うのを忘れたけれど、 非常に醜い要望の持ち主なんだよ。彼の変態遊戯はそこから来ているんだよ。で最後に友達に殴られたり他に境遇上の原因があったりしてとうとう死ぬ決心をするのだ。若いみそらで恋もなく生きているのがつくづく嫌になったのだ。ところで彼もまた世間の恋愛至上主義者と同じく 恋の極致は上司の他にないと信じている男だった。どうせ死ぬくらいなら、せめて嘘でもいいから上司の真似がしてみたいと思った。どうだいまだ思い出せないかいうーん。なんだか聞いたような気もするけれど。そこで彼は恋文を創作したり、架空の恋人を作ったりしたのと同じ筆法で、今度は、 上司の相手を捜索しようと決心した。ああ、そうか。やっと思い出した。男と女の連名の遺言状を用意して、よく歴史者のある踏切へ出かけていく。あれだろう。そうだよ。宛名は漠然と皆々様くらいにして、女の名前は不幸なる娘よりとでも書いておくんだね。そして、 若い女の自殺者を待っているのだ魔の踏切なんていう非常に自殺者の多い場所があるもんだそういうところを探して回るのだねやがてとうとう適当な相手を見つける汽車が間近く迫って女が線路へ飛び込むと主人公も無断でそこへ一緒に飛び込むそして2人はさも上司者らしく 抱きもっとも女が遺言状を書いていてはダメだがそこは何とか考えるさそれとも女の遺言状でせっかくの主人公の目論みがおじゃんになるというので幕にしてもいいがねどうもそこが少し不自然だね遺言状なん省いてしまう方がいいかもしれないよあんまり小型な細工だからね だが僕たちは今小説の筋を相談しているのではなかったそれも忘れてしまったのじゃあるまいね君が忘れっぽいということを証明しつつあるのだよそうそうそれだねなるほど聞いてみればこの筋は君が考え出したものらしいね9 そのことがあってから芝野は非常に彼の記憶力を気にしだしたものであるもっとも彼は以前から忘れっぽい男で「君と話しているとバカバカしくなる今言ったことをもう忘れているんだからね」などとしばしば北村に非難されてはいたのだけれどまさかその剣望症が小説の筋にまで及ぼうとは思わなかった 発性という言葉が薄気味悪く彼の胸を打ったその後も似たような事柄が度々起きて柴野はますます自分の記憶力を疑うようになっていった彼は小説書きであるだけにそれが恐ろしかった独特として発表しているものが誰にもわかるような表説だったらこれほど恥ずかしい無様なことはないのだ ああるとはまたた。ここんなこともあった北村は以前写真道楽にふけったことがあってその名残の写真機械が氷の底に残っていたがある日のこと例によって柴野が彼の下宿を訪ねると突然彼はそれを持ち出して「君を写してやるのだ」と言って柴野の姿をレンズに収めたものである柴野は妙なことをすると思ったけれど別に咎めることもないので そのまま話し込み、夜になって自分の宿に帰った。するとその翌日、珍しく北村の方から芝野を訪ねてきた。昨日、なぜ君の写真を写したか知っているかい北村はニヤニヤしながら言うのである。実はね、君の創発性地方を確実に思い知らせてやろうと考えたのだよ。 さあ、行ってみたまえ。昨日君はどんな服装をしていたか。洋服か和服か和服ならどんな着物だったか。芝野はそれを聞くと、幾分不快を感じないではいられなかった。この男はなぜこんなに必要に自分の弱点を言い立てるのであろうか。考えてみると、芝野が彼の記憶力をこうまで信じなくなったのは、 一つは北村の絶え間なき暗示のせいかもしれないのである。千葉のはいくらか北村を遺憲している点があるので、知らず知らず彼の暗示にかかっていたのかもしれないのである。だが、昨日どんな着物を着ていたかという質問はあまりといえば人を馬鹿にしている。彼は外出着として一着の洋服と二着の和服を用意している。 そしてその日の気持ちによって洋服を着たり和服を着たりするのだが昨日は洋服を着ていたことをはっきり覚えている洋服だよいくらなんだってまさかそれまで忘れるほど猛獄はしないよえ洋服だってすると北村はさも呆れた顔つきでじゃあこれを見たまえ 君の地方症がどれほど救いがたきものだか見るとそれは昨日写した写真であったが意外にもそこにはちゃんと和服姿のワのが写っているのだおかしいなあ確かに洋服を着たはずなんだがだってまさか写真が間違っているとも言えまいこれで君も自分の病気がはっきり分かっただろう 君はいつも俺が意地悪で言うようにとるけれど、決してこんなことで優越を示そうとするのじゃない。真面目に君の体を心配しているのだよ。何とかしなきゃ取り返しのつかないことになるよ。どうだい一度専門の医者に見てもらっては。うん。そうだね。島野はさすがに恐ろしくなってきたものである。 でその時には是非何とかするつもりになるのだが根がその日暮らしの切な主義者である彼はつい他のことに取り紛れて医者に診てもらおうともしない一つにはそれが恐ろしくもあるのだやがて彼のこの病気は日増しにひどくなっていった話をしていてもどれが自分の意見でどれが他人の意見だか区別がつかなくなってきた さも大発見のように一つの説を並べ立てていると、それが意外にも以前に聞いたことのある相手の意見だったりすることがしばしばあった。しばらく会わなかったね。と挨拶をすると。何を言っているのだ。昨日会ったばかりじゃないか。と笑われるようなこともあった。芝野は変な気持ちになっていった。 現実と無限との境がだんだんはっきりしなくなっていった俺は一体起きているのか眠っているのかそんな滑稽な疑いさえ起こるのであった君は全てのことを形だとか数だとか時間だとかはっきり記憶するのでなくてぼんやりと空気で感じているらしいね例えば一つの説を吐いても それを確実に具体的に論証することはできない。記憶がないのだろう従って論証の材料を持たないのだ。そういう場合に君は口癖のように言うじゃないか。証拠はないけれど空気で感じているのだ。そしてその直角は滅多に間違ったことがないって。だから君は空気男なんだよ。 北村はからかうようにそんなことを言うのであったそしていつの間にか柴野は空気男というあだ名をつけられてしまったある時北村は空気男という表題で一編の探偵小説を発表したそこにはその小説の主人公がそれはとにもなおさず柴野のことなのだいかに記憶力に乏しいか そしてそれがどんなに危険なものであるかということが、常理を尽くして記述されてあった。10北村と柴野とが前述のような状態にあったとき、一方では空気男の柴野の知り合いである川口という差し描画家の身の上に、不思議な事件が起こっていた。 川口は最近妻を失って、常任のお琴と,というのと同棲しているのであったが、その変異の起こりは、妻の佳子が死んでから一月ばかりたった、ある蒸し暑い夏の夜更けのことであった。その夜、川口は、開け放した二階の六畳で、眠い目をこすりながら、差し迫った挿絵の仕事に夢中になっていた。 よくもこんなくだらない小説を書いたものだ彼は汚い原稿を苦心して読んでしまうとそんなことをブツブツつぶやきながらでも商売の恐ろしさはそのくだらない小説の挿絵を書かなければならなかった彼は一枚一枚鉛筆で下書きをしてはその上を墨汁を含ませたペンでなすっていったさすがに慣れたもので みるみる物語にふさわしいそれぞれの人物が市場に現れてくるなんと言っても好きな道のこととで、そうした仕上げの筆を運ぶうちには彼はだんだん愉快になってきて派手は鼻歌まじりにいつしか時間のたつのも忘れて仕事に没頭しているのであった4番の表紙儀がたびたび彼の部屋の下を通り過ぎたふと数えてみると 時計の音の少ないのに驚いた。明らかにもう十二時を過ぎているのだ。と、突然下の方から、ギャーという異様な叫び声が聞こえてきた。うっかりしていた川口には、それがどこから来たものかよくわからなかったけれど、非常な恐怖を表す人間の声らしく思われた。なんだかぞっと寒気のするような。 嫌ないやな感じのものだったもしやふとある恐ろしい考えが彼の胸にひらめいた彼は思わずじっと身をすくめて次に起こる物音を聞こうとしたしかししばらくの間は何の気配もなかった机の上の置き時計のセコンドを刻む音が 彼の心臓の鼓動と拍子を合わせるように嫌に大きく聞こえるばかりだった <laughs> なんだバカバカしい彼は青い顔をしてわざとらしく笑ったきっと猫か何か泣いたのだろう気のせいだ気のせいだそう思って無理に落ち着こうとしても一度脅かされた神経は容易に静まらぬ 彼はある理由のために近頃妙に臆病になっていたともすれば怪しげな幻が目先にちらついたり変な物音が聞こえたりするのだやがてふと気がつくと誰かがゆっくりゆっくり階段を上がってくるような気がする誰かといって階下にはおことがいるきりなのだからそのほかに黙って階段を上ってくるものはないはずだが ゆっくりゆっくり上がってくる様子がどうやらいつものおことらしくないのだ彼は思わず一種の身構えをしてじっと階段の方を見つめた「あなた?」だが階段のところに顔を出して変にかすれた声でこう呼びかけたのはやっぱりおことだった「なんだお前が」それを見ると彼はやっと安心して いくらか怒ったような調子で怒鳴ったところがそれに対して日頃多弁な彼女が何とも応じないばかりか見れば階段を上がったところにぐったりともたれかかってまるで大病人ででもあるように肩で息をしているではないかおいどうしたのだ川口は思わず立っていって彼女を抱えたおいしっかりしろどっか悪いのか すると仏は青ざめた妙に引きつったような表情でキョロキョロ辺りを見回していたが突然彼にしっかり抱きつくと怖いと叫んでわなわなと震い出すのだったバカいいいにししろ子供じゃあるわいし彼はともかくもこう叱りつけてみたけれど どうやら彼自身も襟元がゾクゾクしてくるのだそこで元気をつけるようにもう一度バカ何がそんなに怖いのだだってあなたあの人があの人があの人ってどの人だ千の奥さんのよし子さんの幽霊が あなた下を見てください。はしご段の下に誰も言いやしない誰がいるもんか。バカだな。何かを見間違えたんだよ、お前は。だが、そういう彼の声もいくらか震えていた。そうしてそのまま彼らは長い間黙って顔を見合わせていた。彼女の方は、 上ずったきをしずめるためにかれのほうは急に湧きゅうにわきあがったあるきょうふをうちけすためによふけのまちにはすこしのものおともなくそうしてあいたいしているふたはちょっとずつちょっとずつちのそこへめいりこんでいくようなきがするのだったあこわかった。 やがて少し元気づいたおことが始めた。だってね、あなた。あなたがあんまり遅いものだから、あたし一人でお先へ休んでたんでしょうまだ戸が閉めてなかったのよ。するとね、ほら、あの縁側の長ズバチの向こうに八つ根の木があるでしょあそこのところへね、ぼーっと、 白いものが見えるじゃありませんか。そう言って彼女はそーっと後ろを見た。はっと思ってよく見直すと、まああなた、長い髪の毛をね、こう顔の前へ垂らして、その間から怖い目で私の方をじっと見つめているのよ。私、もう今夜はどうしたって死へは降りられないわ。 あら、見間違いなもんですか。千の奥さんの証拠にはね、ちゃんと強肩たびらを着ていたんですもの、図田袋まで下げていたのがはっきり見えていましたわ。だが、お前はよしこに会ったこともないじゃないか。それに、別段恨まれる理由もなし。会わなくったって、私写真を見てますわ。そりゃあもう。 あの写真そっくり。よく考えてみればそのとっさの場合幽霊の要望まで改める余裕などあろうはずもないのだが女というものはとかく断定的な物言いをする習いだ川口はかなり躊躇を感じたけれどでも女の手前じっとしているわけにもいかぬので釉を越して絵下へ降りてみることにした狭い借屋のことで 階段を下りるとすぐにもう裏の板橋まで見通しなのだ。それごらん、何もいいやしないじゃないか。気の迷いだよ、気の迷い。だがそう言いながらも川口が少し不審に思ったことには、庭に通ずる板橋の軌道が何かしら今人が出て行ったばかりのように少し開いていて、それがかすかに揺れてさえいるのだった。 お前、あの木戸は線から開いていたのかいうん。あたし、うっかりしてましたけれど、夕方、締まりをするのを忘れてたようよ。おことは、彼の背中へぴったりくっつくようにして、小さく震えながら、ささやき声で答えるのだ。そうだ。きっとそうだ。それを聞くと、川口は妙に元気づいてきた。 だからお前が悪いのだよだらしがないからだよあの軌道から泥棒かなんかが入ってきたのさそれをお前が嫌なものに見違えたのさただそれだけのことなんだよバカだなあお前はそこで彼は念のために庭へ降りて足跡を見たり軌道の外を調べたりしたけれど地面の固いために足跡もなく 外の路地にも別段怪しい人影はなかったそれから2人がやっと落ち着いて床に着いた自分にはもう3時が回っていたおかげで仕事の方はまた雑誌社にすまぬ思いをしなければならぬのだでもその代わりには彼の説得が功を奏して床に着く頃になるとあのように恐れおののいていたおこともどうやら神経を鎮めて 笑い声さえ漏らいえさすほどになった。だって、あたししょっちゅう、セの奥さんに恨まれてやしないか、恨まれてやしないかと、もう気になってしょうがないのですもの。まだ35日もすまないうちからこうしているんでしょう。あなたにしたって、あんまり寝ざめがよくないはずだわ。だが、 こうしておことが日頃の多弁を取り返してその口調が滑らかになればなるほどそれとは反対に川口の心は刻々に深まってくるある恐怖のために重く沈んでいくのだったおことがいくら怖がりやでも泥棒を幽霊に見違えるはずはなかった髪の毛を振り乱して強帷びらに図田袋まで下げている そんな泥棒がいるだろうか身に覚えがあるだけに彼の方は子どこのように一時的の恐怖では済まなかった彼はその夜一晩中恐ろしい悪夢にうなされ続けた大きな鼻の頭にしっとりと玉のような油汗を浮かべて十一 川口の彩君のし子はこの話のひと月ばかり前にまだ23歳という若いみそらでひょんな富士の災難からこの世を去ったのである最初は川口の方から大騒ぎをして多少の無理を通してまでもらった恋女房のことゆえ至極夫婦仲もむつまじく川口の女房高校といえば友達の間の評判にさえなっていたほどだがそれが結婚して23年もすると 元来が派手好きの川口は京人形のように美しくしとやかなだけが鳥りのよしこにだんだん飽き始めてふとしたことから友達の家で知り合いになったモデル女のおことのはすっぱな投げやりなそれでいて恋の技巧などには素晴らしくたけているいわば近代的とでも言ったところにすっかり打ち込んでしまったのであるさすがに初めの間はサイ君の前を取り繕ってこっそりやっていたので よしこの方では少しもそれと気づかないでいたけれど、ふた月みつきとたつうちにはそんなことが隠しおせるものではなく、いつしかよしこの知るところとなり、日頃おとなしい彼女もさすがに辛抱ができなかったと見えて、夫婦の間に激しいいさかいの起こったことも二度や三度ではなかった。だが、そうして家庭が不愉快になればなるほど、川口とお琴と,との仰せは茂くなり、 したがって、よしこの大脳は、一日一日とその度を深めていくのだった。それがこうじると、いつの間にかよしこは、憂鬱症とでも言うべき病にかかっていた。よっぴて眠られぬことが、幾晩も続くようになった。川口の身にとっては、それが妖精のヒステリーでないだけかえって辛かった。 彼は友達の医者に相談をしたりしていろいろと彼女の病気を治すことに骨を折った彼女の自薬として睡眠剤をもらってきてやったのもそうした彼のせめてものわび心だった無論100の睡眠剤よりもおことと切れることの方がどれだけ彼女の病気に効き目があるかわからないのだがそれだけは彼にはどうしてもできなかったのだ そんな状態が二三ヶ月も続いたであろうか。がやがて、ついに恐ろしい破綻の日が来たのである。それは過失であったか恋であったか、それともまた他の理由からであったか。とにかくよしこは睡眠剤の分量を誤って、とうとう、それがむしろ彼女の希望であったろうところの永久の眠りについてしまったのである。 このよしこの不意の死に遭った川口は一時は非常に悲しんだ。いや少なくとも外見上はそう見えた。が7日と過ぎ10日半月と日がたつにつれて彼はいつかその悲しみを忘れ忘れたばかりか関節にはよしこの死の原因であったところの譲歩のおことをひそかに我が家へ引き入れさえしたのである。 こうした事情ゆえ、もしこの世に幽霊というものがあるとしたらよしこがその幽霊になって彼ら両人のところへ恨みを述べに来るということは至極当然のことであったこの当然であるだけに彼らとしては今度の幽霊沙汰が身にしみて恐ろしく思われるのだことに川口の方は 当然以上にもっともっと恐れなければならぬある秘密を持っていたのだから写真放置の配管と運命を共にした長編小説の前半である記憶力喪失者空気男の恐怖を取り扱おうとしたものだいつか機会があったら書き継ぎたいと思っている